国民もバカではないので学習していきます。看護師の賃金4000円値上げの方針2月から経済対策っていうことなんですけど、これ読みますよ。読んでね、お気づきの方はもうここでピンときちゃうと思うんですけどね、こう書いてあります。政府は16日救急医療を担う病院などに勤務する看護師の賃金を来年2月から9月まで月4000円引き上げる方針を固めた。まず看護師さんの賃上げなんですが、その看護師さんの中で救急医療を担う病院などに勤務してないとダメです。これ2つ目。さらに賃上げの期間は来年の2月から9月までの間、まあ、約8ヶ月間ですよね。約8ヶ月間の間で、これ3つ目ね。さらに引き上げ金額はたったの4000円というですね、40縛りぐらいかけてですね、これを経済対策としてやるらしいんですよ。要は財務省リフレなので常に財源を考えながらしょぼい財政支出になるんですよ。だそのためいろいろ条件つくでしょ。そうするとわーってこうアドバルーンで盛り上げた後、実際出てくる金がチャリーンってしょぼいわけで、しょぼいとなんだよこれって言って、その盛り上げちゃった分だけですね、人々の落胆が大きくなるのね。そうキッシーこいつふざけんなよみたいな感じのがこうどんどん溜まっていくとですね、まあ参院選の時にこれ爆発する可能性はありますよね。でこんなことするんだったらもう国民一人当たり10万円配りますって、はい配りましたってやった方がなんかすっきりしたんじゃないので、昔と違ってネットでね、こういうエンサーの声っていうのはこう急号できるようになってるんですよ。昔はこういう声を上げてもですね、新聞が取り上げない限りはなかったことにできたんですけど、今なかったことにできません。このヤフーニュースとかにもコメントバンバンつきまって、そうだよねみたいな感じでツイッターでもトレンド上がっちゃうわけですよ。まあおそらくですけど、立憲民主党はね、まあ全然盛り上がらんね、今、代表選挙やってますが、このまま立憲民主党のね、支持率だだ下がりで、まあ選挙負けねえだろうと、対抗馬がこんなもんだからっていう風な感じで、またですね、このね、野党第一党と与党の間をね、予定調和的なプロレスでね、まあこれなら平気だろうって思ってるかもしれないんですけど、維新の会、頑張れよ、マジで。あと国民民主党な。この二つちょっとマジで頑張って参院選目に物見せないと、やっぱりね、ちょっと緩むとね、古い自民党に戻ってね、豪族予算分取り合戦で、まあ豪族がいつってからいいかつって、本当の国民のところまでね、お金がちょっと届かないみたいな。ね。まあ私はイデオロギー的にもちょっと支持する部分はありますけど、自民党はね。もちろん憲法改正やってもらいたいし。ね。さらに言うと、ね、皇室がしっかり続くようなね、旧皇族の皇籍復帰みたいな問題も前、ね、ぜひ自民党を切り込んでほしいけどさ。でも、経済政策であんまり舐めたことやっちゃうと、そういうね、まあ私、イデオロギー的に共感する部分についても、やっぱ政策が実行できなくなってくるというね、危うさがありますので。はい。第一次安倍政権の時にね、安倍さん自身が、政権をね、まあ途中で投げ出すような形になって、その後、ご自身でものすごい反省されて、やっぱ経済メインなんだっていうことで、第二次安倍政権、あんなに長く続いたわけじゃないですか。反省をね、キッシーね、転ばぬ先の杖で生かした方がいいよ。マジで。うん。こんな親しげにキッシーとか呼んでるけど、岸田さんほんとマジでちょっとこのメッセージ聞いてください。増税フラグ立てすぎです。はい。ということで、ちょっと心配だな、ということでございます。以上になります。もし、良かったと思っていただければいいね。コメント、チャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。情念司のニュースの裏側、ガオー。